バッチコミッショナー楠木克義、主審荒木隆介氏、副審平間良氏、天本隆介氏、第4の審判員上田雅也氏、以上のバッチコミッショナー審判団で本日の試合を行います。2020Jリーグ YBC ウマイカッププライムステージ準々決勝、ヴィッセル神戸で、ヴィッセル神戸対川崎フロンターレの試合は19時3分キックオフの予定です。キックオフまで今しばらくお待ちください。以上のメンバーで本日の試合に挑みます。